アトミックモンキー。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやー緊張するね。はい、じゃあ岩崎くん、じゃあザンクの方行きましょう。行きましょう。じゃあ、はい、ザン。ザン、ザン。声優として大切にしていること。声優として大切にしていることなんですか。はい、これも、とにかく何でもチャレンジすること。あー、なるほど。チャレンジすること。もう、来たものは拒まず。で、もう何でもやっていくっていう、もうそこの先にやっぱり何か見えてくるものが。まあ、自分をね、この、自分の可能性にかけるというか。どんな可能性？どんな可能性？で、本当にもうやったことない、例えばその、まあ、ここに入ったところもそうですし、その舞台、ね、もう僕もね、劇団もやってますけど、あー、そうですね。もうなんていう劇団に入ったの？劇団ヘロヘロ級カンパニーです。素敵な名前じゃない。はい、素敵な劇団に取材は関智一、関智一さん、はい、看板女優は長澤美希。長澤美希、ね、あれからこうなんか今出てるのかな、わかんないけど、ね、ここにこの辺に出てる。そこにやっぱ問い込んだっていうのもあるしっていうところですね。もう本当に何がどうつながるかわかんない、自分の可能性がどこで広がるかわかんないっていうところがあるんで、もう何でもチャレンジするっていうことだ。でも私も同じです、それ。あ、うん、はい、探求心と言いますね、うん、そういう気持ちがないと、そう、向上していかないとね、向上心、そうね、そう、確かはそういうことはないという。確かはそうだね、そうだね、チャレンジしないという、まあ、チャレンジ精神、チャレンジ精神、チャレンジ精神、じゃあ、いや、チャレンジ精神はまあ僕ももちろんあるというのは、はい、もうそれはもう大前提として、はい、大切にしていること、いや、もうシンプルです。僕はもう本当に会話をする、会話をする、もうとにかく会話をする、うん、大事ですね。いや、本当にそう思ってて、なんかやっぱそのマイク前の演技になると、うん、目の前になんだかんだ言って人はいないんじゃないですか。で、やっぱこう台本を見ながら結構やるから、どうしてもこっちよがりとか、うん、なんかなんだろう、台本に話しかけてるわけじゃないし、台本と芝居してるって言われる、そう、よくね、そういう表現もあるぐらいだし、うん、だからちゃんともう当たり前ですけど、まあ、人だったりとか、まあ、対象はまあそれぞれありますけど、うん、その対象をしっかりこう把握した上で、ちゃんとその時にあった会話感というか、そういうのは、まあ、基本的なことだからこそ、今でもそれはすごい大切にしていることですね。高橋なんかどっちかというと、ほら、シンデレラボーイじゃん。なんかいきなりなんか主役がこう割と決まった印象があるから、どうだったの、その主役の現場に出て。主役、いや、ああ、そうだよ。ねえ、ワンクルーちゃんと主役でこう中心に立たせてもらって、いや、もうそれはもう周りにね、豪華な皆さんがこう立たせてっていうので、うん、すごく恵まれた環境で、うん、なんか一定の時期こう仕事ができたっていうのが、うん、そうですね、大きいと思うんだけど、はい、何がどうだったんですか、経験として。まあ、とりあえずやっぱ前日は寝れないんだなと思いました。寝れない、本当に寝れない、緊張で、そう、本当に、本当に寝れなかった。だから多分顔本当ひどかったと思います。クマだったりでも大体デビューしたての時の、はい、やっぱ大きい仕事の時なんてそうじゃないし、この私が1時間前にスタジオに行ったりとか、はい、落ち着かなくて、そうそう、スタッフさんよりも早くスタジオに行っちゃってたりとかして、うんうん、生活したことありましたけど、うん、そういうもんじゃないですか。やっぱ、うん、なんかもう先になんかやっぱこう悪い考えというか、不安とかが先にやっぱどうしてもやってきちゃうから、そわそわしちゃうっていうのが、なんかちゃんとうまくできるだろうかとか、こうみんなに楽しんでもらえるかとか、やっぱそっちが結構その最初にあったので、まあそういう意味でやっぱ寝れないのもあって、であともうひたすらもう台本もう読んでないと落ち着かない。今ってさ、ほらリハーサル部位を前日までにもらえるのが割と当たり前というか主流になってるから、私たちのデビューの頃はそうじゃなかったから、なんか現場に行ってまず見るっていうのがあったけど、今の場合はもらえるので、逆にそれがみんなにとってどうなのかなと思ってて、要は変に固めていけないから、現場で見ても対応するしかなかったので、私たちのみんなの場合は固めていこうと思ったら固めていけちゃうじゃん。まあそうですね、前日とかに。でも監督さんから実際に違うことを言われたりとかしたときに、じゃあ対応ってどのぐらいできるのかなっていうのが、そこやっぱりそうですよね。自分で固めすぎていってて、そのいざ現場に行ったときにそうじゃないっていうのが分かったときに、その対応できないってなると、でもやってた意味がない。そう、いや、それまさにそれはある。で、そういう現場を数々見てきたっていう、見てきた、いいんだけどね、パクの
の感じが分かったりとか、うん、キャラクターの表情がゆっくり見れたりとかするのは、うん、すごく羨ましい時代だな、若手の人のにとっては思うんですけど、うん、なんかそこら辺のバランスみんなどう取ってるのかな、今の若い人たちは。確かに最初のその先ほどの話 の, そのデビューの時はそれこそもうずっと見ちゃってたから完全にもう自分の中の形じゃないですけど、そのだからこうまあ後でもちろん修正されるじゃないですか。でその時にやっぱ修正する時がすっごい苦労して、本当になんかもう自分の中でイメージができちゃってたから勝手な、言ってしまえば勝手なイメージができちゃったから、ちょっと違うこと言われるとちょっとパニックになる。そう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 、っていうのもあって、みたいな、はいみたいな、理解できてないのに入っていっちゃったりとか、やりそうだね。いや、それ今でもたまにやります。でその後に、すいません、何でしたっけ。聞くのがいいです、結局。そう、一回そう、こうのは、まあ、でもね、聞けるだけ、そう、聞けるだけ、それも聞けないで終わっちゃう。確かにそうですね、あるので、緊張して、そうですね、っていうのは、なるほど、ということです。大切にしてください。はい、はいはい、どうせ目指してくれたんだったらやっぱり演技 の, この芝居の面白さも知ってほしいし、うん、濃いのよ。お芝居に対して の, その向き合い方っていうのがすごいなんか熱意が強くて、そんなことを言ってたらもう話にならないってことが分かるわけじゃないですか、うん、ですね。俺も入る前関さんに教えてもらえるんだと思って。ごめんね、私。